はい、お疲れ様です。さあ、とある日の、はい、今どこでしょう。はいそんな冗談はさておき、今、はい、北陸富山県黒部市におります。イエーイ、またまた北陸に来ております。今1時40分よいしょ。とりあえず今積み込み終わって、今コンビニでちょっと買い物だけして、で今から高速で、はい、向かっていきたいと思います。車が来るぞ、わからんぞ。さあ、いけるかな。よいしょ。さあ、行きましょう、行きましょう。ありがとうございます。さあ、行きましょう。いやー、もうすっかり雨模様ですよ。今週まるっと1週間雨らしいので、もう梅雨突入って感じです。いやはや週末晴れて、でさらにトラック洗って、で仕事出てこようかなと思うと雨が降ってきてもう梅雨入るなら入るで、もうあれですね、もう洗ってもしゃあないかな。でも帰ると晴れとるんでね、洗いたいんやしなまあ、梅雨も早く明ければ、あと本夏なので暑くなっちゃうよな。今年の夏は暑いんかな。あー、しまった。まあ今週はいいか。ちょっとあれでしたね。そういや、去年使っとった扇風機が確か家にあるので、あいつを持ってこないと。まあ夏は暑いんでやっぱ扇風機いりますわね。エアコンだけじゃあのどうしても早く涼しい風が循環しないので、扇風機で結構送り込んであげたりとか、まあ、あの風を回したりとかしてたんですけど、あいつを持ってこんでかんな。よいしょ、ちょっと来週持ってこよう。さあ行きましょう。とりあえず今回行くところも前行った茨城県守谷市、守谷なので、まあ途中で、まあ、4時間来たところで、とりあえず430じゃなくて4時間の休憩時間が結構厳しいんで、まあそこで4時間休憩してから守谷の方に行きたいと思います。とりあえず夜中、前回行った時は朝方、朝ってか朝方じゃないわ、朝、朝行きましたけど、夜中も入れそうなので、とりあえず4時間休憩か、まあ12時に降りれるように行って、あとお客さんのところで待機しようかなと思います。さあ行きましょう、行きましょう。とりあえず雨模様、今回はまあ、雨の中の走行今回もか、今回も、はい、なので、まあ、ぼちぼちと向かっていきたいと思います。ではてか、すごい川、川の色やべえめちゃめちゃ雨降ったから水が多いです。
気をつけていきます。ミクロなトンネル出口です。昔電ラップってことだって、そっからだって変更なんだから何も聞いてないんで、はい、さあ走ってきました。はい、前も止まった上信越道の横川サービスエリア、さあ今回は止まれるでしょうか。トレーラーレーン、今5時ちょうど、とりあえず今回もここでとりあえず時間上げてから行きましょう。前もここ来た時なんか雨が降ってましたね。今回も雨来るたびに雨なような感じです。お、トレーラーレーンは開いてない、開いてないな、開いてないぞ。マジでか、大型止まっとるしな、しゃあない、この辺に止まるか。で結局燃料も入れたいんですよね。あー、どうやろうな、出れるかな。ちょっとここら辺にするか。よいしょ、よいしょ。ちょっとこうめんちゃいして。さあちょっとごめんなさいして、あとで燃料も入れたいんでちょっとここ止めさせてもらいます。くそー、止まれんかった。まあ今回はちょっと大型レーン2レーンでちょっと許してもらいましょう。ごめんなちゃい。ではちょっとご飯タイム。はい、さあご飯食べましょう。おっと、いけねえ。ETC カードが挿入されました。有効期限は2027年4月です。さあ、ご飯食べましょう。今日のご飯はこれ。炊き込みご飯とこれね、トウモロコシとビーンズのミートソース炒め。あと、コモ豆腐に、はい、ねでけこれ、ささみとマロニーとキュウリと人参の中華炒めかな。ねだっけ、ちょっと忘れました。あとサラダ食べていきます。さあ、いただきましょう。いただきます。さあ、とりあえず泊まれたので、あとここでどうやろう、10時ぐらいまで休んで、あと
守谷の方に行きたいと思います。もっと食べました。美味しかった。さあ、あと休みましょう。さあ、ではおやすみなさい。はい、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 おはようございます。さあ、今10時20分さあ、行きましょう。とりあえず守谷へ向けて出発したいと思います。はい、さあ走ってきました、圏央道、はい、坂東インターまでやってきてます。今回はあとお客さんのところ行けるので、そのままここで降りて行きたいと思います。まあ、前回の時は何時に門が開くのかお客さんのところは分からなかったので、守谷のサービスエリアで休んでましたけど、今回はもう前回行っていろいろ聞いたので、お客さんのところ入れるってことなので、まあ、ここから降りてあと下道で行ってお客さんのところで休みましょう。料金は17,650円です。はい、さあ行きましょう、行きましょう。さあ、あとはもう基本どこまで20キロぐらいなんで、もうペペッと行っちゃいましょう。では今回はここまでにしたいと思います。まもなく坂東インターチェンジ入り口の右方向です。あ、一番ちっちゃか、安かったんかな、ちょっとわかりませんけど、まあ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 、いつも通りの金額なので、まあ、いいでしょう。さあ、ではまた